血のように美しい月だ。そうだ。赤い月のもと、この宿の神、望みを言ってごらん。遊びの醍醐味は勝利を手にすること。そう思わないか？彩花をもたらしたのは私じゃない。そなたたちだ。遊びの醍醐味は勝利を手にすること、そう思わないか？遊びの醍醐味は勝利を手にすること、そう思わないか？遊びの醍醐味は勝利を手にすること、そう思わないか？人間の腹の探り合いは本当に面白いね。新しい遊びはいつ始まるのだろう。